雨の休みの日となりましたが、玄関先にこんなキノコが生えておりますよ。毒キノコだと思うけど、なんちゅうキノコでしょうね。真っ白なキノコです。雨降りだってんでね、車で出かけてきてたんですけども晴れてるね。路面に若干濡れてるところがあったりとかなかったりとかする程度ぐらいなんですけど、それでもちょうどね、車乗る前パラパラと雨が降っているという感じの鈴鹿地方です。今、目いっぱい青空ですけどね。本当にね、今までだともう雨が降ると何もできないよっていうことで、家でグダグダしてるだけだったんですけど、トゥインゴさん来てからはね、雨か、じゃあトゥインゴで出かけるか、みたいな感じ。出かけてきてね、なかなかに良いですよな。いや、本当に晴れてるな。このまま降らねえんじゃねえのかな。雨雲レーダーとか見てても15時まで雨って書いてあったんですよね。まあ今日はそんな話をしながら、まあ、つれづれなる Vlog 機ですよ。特に何をっていう話がね、あるわけではなく。朝からね、ニュース番組とかでね、もう、知らない間にここがワークマンプラスに変わってるじゃねえか。うちから一番近くにあるワークマンがそうだったんですが、あそこまでついにワークマンプラスになっちゃいましたね。はいはい、まあそんなことはどうでもよくて、はい、まあ、朝のニュース見てた時にね、9月に入った時期といえばですな、月見ですね。はい、月見バーガーのね、話をニュースで取り上げてたんですよね。まあ、マック以外のところでもいろいろと月見らしいことをやってて、もう今年ではピザ屋さんまでね、月見っていうことをしているということなので、そっか、月見か。じゃあ月見バーガーでも買いに行こうかなっていうことでね、久方ぶりにマクドナルドへ行ってみようっていうだけの動画です。はい。で、マクドナルドね、まあ私自身マクドナルド、最近はあんまり寄らなくなっちゃいましたけど、マクドナルドは基本的に大好き人間なんですよ。で、しかもですね、マクドナルドで何を買うのかというとですね、ビッグマックしか買わないですけど、月見バーガーを今日は買いに行く予定ですけど、ビッグマックしか買わないんだ。結局何をいろいろとね、食べててもですね、やっぱりマクドナルドはビッグマック食ってこそだなと。何やらいろいろと新しい店っぽいのがいっぱいあるのがちょっと気になるんですけど、そういうところはちょっとあえて無視して、今日はマクドナルド期間限定っぽいね、シェイクとかその辺があるような気がするので、それと一緒に買ってこようかなと思います。はい、注文はこちらでよー。
いらっしゃいませ、こんにちは、ご注文お伺いします。ビッグマックのセットで、はい、お待たせしました。はい、ありがとう。よいしょ。はい、どうも、ありがとうございました。はい、マクドナルドを買ってきたら、なんやら救急車の音がするね。しかし、まあ久しぶりにこの辺り来たけど、なんだ？えらく様子が変わってますね。岸岡の公園を目指してきて、お、来たよ。ここだよ。ここですよ、ここ。ここだよ、ここ、ここ。ここを目指していきましたよと。ここがね、岸岡山緑地公園です。マックシェイク月見と書きつつ、なんだっけ、マスカット味買ってきました。うん、マスカットだねマスカット味だから当然だけど。それと月見バーガーね、月見バーガー、月見バーガーも買ってきました。なんかこんな狭いとこで来るの嫌だな。いつもの場所に移ろう。はい、まあおっさんも外国ってもしょうがないんですけどね。はい、月見バーガーです。月見バーガー、逆光になるかな。月見バーガーです。まあもう長年やってるのでね、皆さんご存知ですよね。月見バーガー。うん。ベーコンとパティと、卵の感じが、まさに月見バーガーだよ。うん、なかなか月見バーガーの噂ね。あとね、まあビッグマックセットも一緒に買ってるので、こちらにビッグマックとポテトがあるんですけど、まあこれはね、夕飯用に残しておこうかなと思います。久々に白子の駅前の方にやってきましたよ。これしつこいな、おい。白子にね、ある、さ、ずが、た、て、か、わ、る。建て替わって、この建物のところに来るのかなと思ってたら、ね、駐車場になってるところが、マンションがいつの間にかできているのと、え、こっちの、これがサンズになるの？いや、違うよ。これマンションって書いてあるよ。え？めっちゃ白子の駅前、マンションだらけ。鈴鹿市観光案内所。限界点を決めるのは踏め、そして踏み込め。モータースポーツ宣言都市、鈴鹿市らしい観光案内ですね。もうすぐね、F1 が開催されるので、F1 に備えて、白子の駅前っていうのもね、だいぶ、変わったんじゃねえかなと思って、ちょっと前を撮ってみたんですけど、本当に変わってるな。まあ、もう車に乗るようになってからほとんど来なくなっちゃったからね。今年はね、F1 の鈴鹿グランプリ、過去ね、まあ、開催された当初の頃は、くじ引きにも当たらなかったので、見に行けなかったんですけど、ずーっと、
連続して見に行ってたんですが、今年は初の行きません。F1 が嫌いになったとかそんなんじゃなくてね、仕事上ちょっと休めない日に開催されちゃうんですよね。いつもね、10月の3連休の時に開催されることが多いんですけど、9月のね、第4の土日になっちゃって、いけないんすな、そこね。さて、レッドバロンさんがあります。レッドバロンさんがあります。ちょっとレッドバロンさんへ寄ろうかなと思います。よっと、はい、よいしょ。以前にね、一度 V7 の中古を見に行った時ですね。今回もちょっと見に行ってこようかなと思います。